listening to Shibuya Cross FM。 たつきと愉快な仲間たち、始まりました。イエーイ。はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。どの時間帯だ、たつきです。今日もここ渋谷クロス FM さんにて、生放送ということで、僕たつきがパーソナリティをさせていただきます。こちらは、先日行われたミクチャの冠番組争奪イベントにて、優勝させていただき、冠ラジオ番組を、やらせていただくことになりました。今日は、第2回目となってですね、先月に引き続き、させていただくこととなっております。はい、どうしましょうかね。あ、こんにちは皆さん、寒い中ありがとうございます。最近ねまた冷えてきましたからね、皆さん風邪ひかないように、はい、楽しんで聞いていただければと思います。良きところでということで、もういいですかね、どんどん行っちゃいますよ。ではですね、最初のコーナーですね、早速、ゲストを呼びたいと思います。今回も素敵なゲストにお越しいただきました。それでは登場していただきましょう。ミクチャライバーのゆずりはあずささん、芹沢美優さん、しょうきさんです。どうぞ拍手。こんにちは。こんにちは、ね、まだ外が明るいですね。こんにちは。では、誰なのかっていう自己紹介を一人ずつしていただきますかね。じゃあ、誰からいきます。はい、ゆずりはあずさです。あざとがめつく生きてます。よろしくお願いします。お願いします。はい、どうぞ。はい、静岡でシンガーソングライターをやってます、芹沢美優です。可愛い殻をかぶって生きてます。よろしくお願いします。お願いします。なんかみんなちゃんとあるの、キャッチコピー、キャッチフレーズ。あ、最後楽しみだな。はい、正気です。人に寄生しながら生きています。よろしくお願いします。寄生中の正気ということで。お願いします。この3人は、このね、配信アプリミクチャのライバーということでね、全員トップライバーなんですか。そうですね。まあ、レベル100が1人混ざっているということでね、はい、あずちゃんはね最初の100レベルというです。あと1億突破、はい、初1億、1億円も課金されてるライバーですよ。そうです、1億円ですよ。多分全部で今1万3000か4000ぐらいいってるという噂です。1億急にくらい下がったけど1億3000万ってこと。1億3000万ぐらい、なんか見えないんですよね、本当の数字は。まあそうだよね、見えなくて。じゃあ外のあれとかトラックで1億オーバーみたいな、ね、だからコストみたいな、ね、やろっか今度ね、あずちゃんの1億オーバーね。できますね、ちょっとね、あ、キャバだと思われる、ね、あ、すごい、ちゃんとあずちゃんのファンの方が、ありがとうございます。すごい、初出演。初出演、確かに。あ、そっか、初めてで、おめでとう。なんならこれ、俺あずちゃんと同じイベントに出てて、そうなんですよ。俺1位になって、あずちゃんがあの時何位だったっけ、8位とか7位とかですよ。気まずくて、気まずくて、とりあえずあずちゃん呼ぼうって。気まずいなみたいな、ね、でも出れちゃったからよかったね、うん、ありがとうございます、感謝してください。むかつく。芹沢、はい、さんは普段は静岡からね、今日来た、わざわざこのためだけに。そうです ね、何しに来たんですか。お酒を飲みに来ました。あ、お酒を飲みにね、はい、いや本当はね、今日お酒をねこう一緒にこうイエーイみたいな乾杯みたいなやりたかったんですけど、お酒禁止ということで、あ、残念ながらね、まあ、このあとね終わってからね、打ち上げでもしましょうっていう感じですね。普段は静岡でシンガーソングライターを されているということ で、 そうです。どんな歌を歌ってるんですか。なんかネクラっぽい歌を歌ってます。ネクラっぽい歌をね。はい、ネクラっぽい歌ってどんな曲。なんかちょっと 毒がある。あ、いい感じに毒が、毒があってね、この世を壊してあるみたいな。あ、そうそうそう、全員殺すみたいな。そうそうそう。怖え、この顔で。なるほどね、
で、寄生虫さんは普段何してるんですか？はい、普段寄生しかしてないですね。誰に寄生してるんですか？はつきさんに寄生してます。俺に寄生してるんですね、はい、これからもよろしくお願いします。ちょっともう出てって思って一緒に住んでるんですけどね、はい、そうですね、実は、はい、僕の家に寄生してるということで、はい、そろそろ出たいと思います。もういいですかね、紹介はね、別に、はい、まあ、いろんなコーナーをね、今日はやっていく中で、まあ、こんな人たちが喋ってんだなみたいな感じでね、見ていただければと思います。お願いします。じゃあ早速いきますよ。コーナータイトルコールワクワクドキドキなんちゃらかんちゃらのいい感じでみんなで人狼ゲーム、イエーイ。皆さん、人狼ゲームってご存知ですか？はい、知ってますか？人狼ゲーム。ありがとうございます、ありがとうございます。なんか人を殺すみたいな、だから芹沢の曲みたいなのゲームバージョンみたいな感じで。得意です。人狼だもん。そう、人狼ですよ。いや、占い師です。まあ、平和なね、この国、この村に一人だけ悪者がいるぞと。まあ、今回はね、本当だったら6、7人、8人ぐらいでやりたかったんですが、うん、はい、まあ、ちょっと友達がいなくて、今日は、ね、4人しかいないので、まあ、4人でね、人狼ゲームをやりたいと思います。はい、今回役職は、人狼が1人、はい、そしてですね、人狼側の味方である多重人格、はい、狂人と呼ばれている、うん、頭おかしいやつが1人、はい、で人間側、市民側に、占い師っていうね、はいはいはい、ここは新渋谷なので渋谷の母みたいな感じで、ね、渋谷の母が1人と、マジシャン、はい、マジシャンっていうのは、誰かのカードと交換できるっていうね、はい、すごい、はい、ただ交換された相手は何を持ってるかわからない、うん、交換したのかしてないのかわかんない状態で進める、うん、はい、これ普通に飲み会でやるゲームなんですけど、まあ、今回は僕たちがどんだけ普段、ライブ配信中に嘘をついてるかっていうこんな顔でちゃんと嘘ついてんだなこいつらっていうのが暴かれるのかなっていう。まあでもやっぱね、みんなプロライバーなので、まあ、表情一つ一つや言葉はね、普段から使ってるので、まあ、得意なんじゃないかなと。で、ね、はいはい、でこの後、ね、飲み会で喧嘩にならないような程度にやっていきたいと思います、はい、じゃあ皆さん、はい、見ててください。僕らの表情ね、で誰が人狼なのか誰が何なのかをね、お楽しみにということで始めますよ。はい、はい、こんなまったりしたラジオないよね。途中もみんなもうエンターを押します。じゃあ、はい、今から消えます。これでなんかみんなに見せるとこあるんですか？いや、見せないです。見せないですか？はい、はい、みんなの役職が決まりましたか？はい、はい、ではですね、この後ですね、4分間、はい、議論したいと思います。はい、はい、はい、さあ、まあ結構もう終わらせに行っていいですか？まあ確定で終わりはしないんですけど、はい、占い師なんですよね。いやー、なるほど、はいはいはい、はい、来ましたよ。誰占ったんですか？嘘つき第1号が来ましたね。いやいや、これ僕本当のことしか言えない人間なんで、ほんまのこと言うんですけど、たつきさん占ったんですよ。なるほど、人狼でした。まあでも、人狼とは似たもの、まあマジシャンがいるんでね、マジシャンが取ってる可能性もありますから、ね、はい、他占い師いますか？まあ僕はマジシャンです。へぇ、ね、嘘です。嘘ついてます。僕マジシャンだよね。違う違う、嘘です。マジシャンじゃないです。違う、絶対違う、はいはい、僕テクニシャンっていう役職についてて、ね、ないです、言ってたかな。ないです。結構なんかメンゼステテクニック系テクニック系が得意かなっていうふうに自分では自負しております。はい、おー、ちなみに何だったんですか？いや、私は人狼をやりたかったんで。あ、人狼やりたかった願望を持ったやりたかったんで人狼になれた気はしますね。あ、なるほどね、はい、うん、でもやっぱり取られた感は強くて、はいはいはい、ゆずり派に取られたかなって思って、 なのでゆずり派が人狼ですね。でも俺もなんか抜かれてる感はあるんだよね。まあ抜かれる側ですもんね、基本的によく抜かれやすいというか、はい、まあ、体質的に、うん、結構夜抜かれるかな。抜かれ体質か。まあ、だから抜き、まあ、抜かれ、まあちょっとね、まあ、抜き合いというか、なんていうんですかね。そういうのがあるんで。つつ誰が一番抜かれた感じします？いやー、抜かれた回数、もう結構吸い尽くされてんじゃないかなって俺は思ってる、正直。
ちょっとも残ってない。でも多分だけどゆずり派が吸い取ってると思うんだこの流れ。やっぱりそうですよね。私はどちらかというと吸い取る側なんで。そうだよね、はい、だゆずり派さんが、まあ、誰を吸い取ってるか問題ですよ、これは。はい、そうですね。どんな感じ吸わせていただきました。ああ、誰から、誰から。正気さんを。あってことは、その迷いが、これは迷いが怪しい。分かりました。絶対にあずちゃんは人狼側だった。違う、ちゃんと吸い取った。吸い取られた気がしましたよね。いや、だって占い師で当たって、占い師って当たってますよ。でもさ、吸い取ったんだからさ、自分で言う。だからそれを吸い取ってるの。喧嘩だ喧嘩だ。違う、最初に占い師って言えばよかったじゃん。違う、なんか楽しもうかなと思って。でもなんか個人的にあんまこう吸い取られた感じはないですよ。やっぱ正気を吸い取れるのはやっぱアイアイしかいないから。そうだけど、そんな公共の場でも今日は、今日は公共の場でも行っちゃうんですか。仮にアイアイちゃんを代わりだから憑依させてるから。アイアイ見てるかな今日ね。アイアイちゃん、ね、アイアイちゃんね、吸い取ったんですよ。占い師だったんで、あの仲間です。なるほど、ね、だから親身ってことでしょ今。じゃあそれならまあ信じてください。仲間です。たつきさん行きます。そう、だって本当にいいの？占ってた。俺あれだよ、俺結構吸われてると思うよってなった時に。いやでもやっぱたつきさんを吸うのはなかなかのエネルギーいるんで。いや絶対見て、うん、誰吸うと思う。だってこのメンツで誰の言ったらおもろくなる。絶対俺じゃん。まあまあでしょ。そうっすけど、頭使えって。やっぱあと30秒。マコは誰が誰マコは何だった。役職何だった。うん、私聞こえないな声が。私ちょっとなんかこうポーズでやってみて。何の役職だった。 DM で送ろうとしてますね。ちょっと携帯見てますけど。ちょっと待って。はい、今外にね、人妻がいます。誰が人狼だと思います。外に聞いてる方は。じゃあ指さしてください。せーの。ほらそうだよ。俺は絶対あずちゃんだと思うんだけど。違う、私も譲り派だ。本当のことしか今まで言ったことないですよ私。嘘、そんなことないよ。私わかんない。今日は真面目にやってる。全然見えない。そんなラジオで歩き回ることあるか。今人狼が分かりました。人妻のマコが人狼でした。はい、じゃあ排除です。じゃあお疲れ様です。中入ってきてもらって。はい、ということでミーティング終了です。外の人は分かってた、私が人狼じゃないこと。そんなことないね、ファンやから。なんで信じないんですか。味方ですよ、ここ。味方です。味方ない。まあまあ、でもこれこのまま行くじゃん。はい、あずちゃんが仮に人狼じゃなかったらまあいいですよ。人狼だった場合、うん、今後配信でもう全部嘘に聞こえるよ。そうですね。そこまで背負える覚悟あるのか。嘘つきあずさ。今後の配信でこんなにね、あの味方をね作ってもなお嘘かよってなった瞬間にもうリスナーが減る覚悟あります。私のファンの人は私が嘘をつけないことを知ってるね。うんって言えよ。おーおー、すごい。うんって言えよ。すごいね。え、ね、正直だよね。え、はい、じゃあ違う。せーのでいきましょう。ちょっと静かにして。じゃあせーので指を指して人狼が誰なのかを指さしましょう。はい、せーの。おーっと、あ、でもこれは2対2だから、ね、これはあれですね、決戦投票ですね。でもこれもう4人しかいないから。でもさ、割れるくない普通に。そうなんだよね。だからもうじゃんけんして決める。一番おもんない。人狼でないじゃんけん、一番おもんな い、 いや終わり方するよこれ。だから2人どうするか。だからあれよ、正気と芹沢がそう。だから私は譲り派だと思うし、僕はたつきさんなんで、うん、絶対抜かれてるで。いや結構俺早めに抜かれたと思う。いや私もそれ結構見えてました。多分まだ行ってないと思います。行ききってない、はい、うん、手前で、まあ、抜けきれてないこと、はい、手前で終わってる可能性あるんで。結構でも俺早いんだけどね、割と自信はある。だから早めに行ってる自信は。あんま知らないんですけど。本当にじゃんけんします。どういうじゃんけん。ここでじゃんけんするの。だってどっちなんか権限強めみたいな。権限強いで言うと年上の俺の方が多分権限強いけど。いやでも私の方がミクちゃんのライバーとしてのレベルも高いし、人もいるよ。何レベ何レベ今64レベ。ああ、66レベ。66。嘘つき嘘つき。いや、本当に。え、でももう、もう一回なくしたじゃん。いや、早く決めようぜ。俺はたつきさんで行く。じゃあもう無理じゃん、これ。たつきさん何レベですか。
みくちゃん、はい、何年目？何レベです。あ、何レベ？俺この間65レベになりました。お100レベが嘘つくわけなくないですか？うわ嫌な感じ。じゃあいいよ、じゃあいいよ、俺死んでもいいよ。じゃあ俺でいいよ。じゃあとりあえずこのターンは、いいよ。俺別になんかもう別に背負ってるもんないから。え、どっちにしても終わりますこれって。いや、じゃあいいじゃん、たつきさん早く殺そうよ。じゃあ一旦じゃあ俺死にますよ、はい、うん、お疲れ様でした、はい、お疲れ様です。じゃあ僕死にます、さよなら。ありがとうございました。お疲れ様です。終わりました。そういえばパーソナリティが死んだってこと今ほーら、あ、どう市民勝ちです。イエーイ、ね、嘘つかないって言ったでしょ。 あずちゃんがちゃんと嘘ついてなかったです。そうです。たまたまね、素直なんで。たまたまだよ。まあ、今回だけね、うん、あの方はえ、ですよね、綺麗な、ですよね、絶対そうだと思って。昨日その話になったよ。誰？あやなさん、あやなちゃん、めっちゃ似てるなと思ったんだけど、ね、こんにちは。すごい、めっちゃ可愛い子がいる。違う、ね、外に出ます。人狼しよう。もう一回やろう。じゃあもう一回やりますか。やりましょう、はい。じゃあ第2回戦いきたいと思います、はい、みんなも誰が人狼か。そうですね、誰人狼にしたいですか。確かに人狼っぽいのは誰か。芹沢ちゃんだって。私のこと嫌いでしょみんな。はい、じゃあ皆さん、はい、第2回戦いきます。いやー、ただ俺らの人狼を見るって大丈夫そうですか。確かに。これずっと、まあ、このあとね、おもろい企画がまだあるので、うん、ちょっと一旦ね、これでね、人狼は終わりということで。寂しい。はい、では話し合いスタート。占い師です。霊媒師です。霊媒師騎士です。ない結構強めの吸血鬼。カップルです。強めの騎士です。守ります。僕はマスターです。私は霊媒師なので、うん、1夜目が終わってみないとやっぱり分かんない部分はあって。このゲーム1夜目で終わるから、うん、基本的に。すいません、ちょっと役に立てそうに。使えないんで。ない。じゃあ死ぬ。死ぬ。でも人狼じゃないんだよ、大丈夫。え、誰が占い師だったんですか。私で、僕まんちゃんで取りました。早かったな。さっきの流れがあるんで。早かったな。さっきの流れがあるんで。だって言っていい？占い師俺だから、まずもうこの時点嘘ついてる、うん、すいません、マジシャン私なんですけど、誰取ったかはちょっと言えない。え、待って、マジシャンいっぱいいる。マジシャンもしかして。マジシャンの場所はここ。何マジシャン、はい、ここはトモくんってことです。トモくん、唐揚げの戦場ってことね。新宿ですか。いや、マジでマジシャンで占い取ったんで、全然抜かれた感じしなかった。あ、じゃあ抜かれてないんじゃん。抜かれる側なんで。そう、抜かれない側なんで。でもやっぱ私はマジシャンで、正気のマジシャンを取ってマジシャンになったので、え、でも俺はその前に芹沢のマジシャン取ってるから。あ、本当ですか。うん、だから取り切れてないと思う。俺が先に取ってるマジシャン。60% ぐらいしか取れてないかもしれない。だから俺多分 40% もらってるから、俺は今だから 140% のマジシャン、正気マジシャンでいい。結構トランプとかもできる、うん、私鳩を出せます。鳩はもうね、初歩的な初歩。そう消える。俺瞬間移動できる、割とそこまで成長してる。そこまではちょっとできないですね。これ大丈夫そうですか、この話聞いて。もうみんな携帯見てますね、うん、飽きてる。大丈夫かな。大丈夫です ね今ね、生放送、生ライブで見てくれてる方大丈夫かな。大丈夫でしょう。こんな感じなんですよ、僕たち。出ますよね。緊張してるんです。緊張、人狼、本当にこのメンバーで、うん、緊張してる。することないでしょ。人狼やるつもりがないっていうね、そもそも、ね、そうですね。いつもこれが、そうなんですよ、ね、これがデフォルトみたいなところあります。あの、僕たちこの間、あの大阪にね、あのチェキ会ね、芹沢がね、チェキなんかね、出るみたいな、僕らで行ったんですよ、車で。で、行きのね、車とか帰りの車で人狼ずっとやってたんですけど、ずっと意味わかんない話。そうですね、人狼しなかった。俺人狼だから、わけわかんない。意味がわからない。なんか正直に言おうとか言ってました。だいたい裏切るやついいんだよな。嘘つきはまあいっぱいいますからね、ここに、うん、どうしますこの流れは。じゃあちょっと本当にじゃ嘘つかずに、はい、一旦嘘つかずに、はい、正直に、はい、いいよ。何だった。僕マジでマジシャンです。であずちゃんの取りました。なるほどね、はい、あずちゃんは占い師で、誰占ったの。占って人狼です。おお、なるほどね。だから抜いたのが私だったら人狼変わってないってことかなって。なるほどね。まあ、私は多重人格やりたかったので
うん、いやいや願望じゃないの、やりたかった願望言うのずっとなんなん。だからやれた多重人格、うん、やれた。あ、でも残念ながらやれてないのよ、俺が多重人格だから。多分願望しか持ってない。え、じゃあその願望を本当にするために今マジシャンになったので、うん、あの多重人格取りました。あー、なるほどね、はい、なるほどね。じゃあ俺、じゃあ今市民だわ。市民ですね、うん、俺なんか人狼なしですか、はい、芋掘り。人狼は人狼なし、人狼がいない、人狼がいないゲームもあるよね。すっごい指さされてる、めっちゃ指さしてるよ。嫌いなのみんな。でもまあこの感じでいくと、はい、まあ、芹沢か正気が、まあ、人狼なんじゃないかってことやな。あ、そうか。いやでも僕マジでアズちゃん取ったんで、うん、だから今私たちマジシャン仲間ってことでしょ。マジシャン仲間ってこと、ね、分からん、ちょっとよくそれがそれどう同期ってことだよね。うわ、俺かな、俺抜いたな。いや、マジで抜いてないです。本当に、はい、タツキさん抜けないです。確かに。それはそうだ、お前じゃ抜けないかもしれない。はい、マジで抜けないです。俺を抜くのはちょっと難しいかもしれない。マジでアズちゃん抜いたんで。わかんない。まだ。え、でも。でもね、正気ね、嘘つくとき、多重人格だとしたら、嘘っぽいんだよね。いや、多重人格の可能性はない。ない。なぜならば、多重人格ではないから。うん、多重人格ってことですか？どういうことですか今の。じゃあなんかね、正気ね、本当のこと言ってる時も、もっと本気で本当のこと言う感じ出すから。あ、じゃあ嘘じゃん。それはでもあの境地に立った時だけですよ。やばい、時間がなくなってきた。よし、じゃあせーので指さしましょう。人狼。せーの。うわ、え、あ、正気じゃん。じゃあ正気し、はい、残念。じゃあ正気をまず殺したいと思います。皆さんありがとうございました。最後までお楽しみください。まだまだ時間はあるんでね。あ、まだ時間です。イエーイ、待って、お前俺のやつ抜いて、ちょっと待って、お前抜いてんじゃねえか俺のやつしっかり、はい、結果発表でございます。人狼は芹沢でしたね、最初からね、はい、で僕多重人格だったんですけど、僕を正気が抜いてましたね、はい、やっぱ仲間だったんだね。辰木さん抜きました、うん、だからやっぱちゃんと抜かれてたわ、はい、お前俺のこと抜けるの、はい、抜けます。初めての体験すぎて、正気の大発見、しっかり正気の大発見、はい、正気の大発見合ってるよね。合ってる合ってる合ってる、ダブルミーニング、うん、ありがとうございました。はい、では楽しかった、いきますよ、はい、あの人狼はね、まあ時間が余ったらもう一回やりましょう。やった、はい、ではエコーの準備はいいでしょうか。そんなことある。コーナータイトルコール、ででん、今だから言えちゃうワクワクドキドキちょめちょめ暴露大会、イエーイ、ちょめちょめ。はい、こっからですね、僕たちがですね、一人一個ずつ暴露を考えてきたんで、これをね披露したいと思います、はい、本当に、まあ、放送禁止用語とかもあるかもしれないから、うん、でも配信切ってもらえます、まあ、でも禁止用語出たら出たで、まあ、まあそれはそれ で、 いいで最終回です。出禁ってことです。まあ、出禁になったら最終回俺隣の建物に同じビル建てて、あの同じやつ作って、俺もクロス FM やる、自らできるんだ、すごい急に規模でかなりましたね。誰からいきますか。まあやっぱでもあれですよね、みんな多分女性陣の暴露の方が多分気になると思う。じゃあまず正気からいこうか、うん、よし、僕の暴露ですか。はい、まあ、昨日結構考えたんですけど、おワクワク、まあなんか自分の暴露かってなった時に、まあ、辰木さん今一緒に住んでるじゃないですか。おーおー、やばいぞこれは。で、まあ、結構、まあ、一緒に住んでる中で、言えてないことが一個あったんですよね。おっと、これはちょっとすごいミスったな俺。自分で暴露しろって言ったけど、はい、暴露される側のこと考えてなかったから。いや、わかんないです、辰木さんの暴露かわかんないですよ。あ、なるほどね、わかんないですけど、はい、まあその辰木さんと一緒に住んで早い、1年弱経つんですけど、そうなんですけどね、まあ、辰木さんが家にいない時あるじゃないですか。おー、いいですね。まあその帰ってこない時とかに、はい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 、ある中で、
まあ、僕は今ロフトに住んでるで寝てるんですけど、ちょっと寂しくなってたまにたつきさんの寝室で寝るんですよ。でその中でやっぱちょっと男って暇な時あるじゃないですか。ちょっと待って、これはその暇な時にそのたつきさんの布団でちょっと一人ちょめちょめをしてます。え、そういう趣味なんですか？そういう人の布団で人の布団でそういうことする。だからたまに濡れてる時あるかもしれないんですけど。すごい、はい、なんかなんだろう、このタイプの暴露はすごいなんか考えてなかったから、はい、今なんて返しているか分かんなくなってる。まあ暴露といえばそれぐらいですね。今なんかそう怒るあれもない、だって今多いとかでもないし、ちょっとキモいなっていうのと、なんとも言えない感情になってます、まあ、っていう嘘なんですけど。拍手っていう嘘です。はい、嘘です。っていう嘘だったらしいです。です。すごい。すごい、もうなんかみんな飲んでんの、外で打ち上がってんだよ。なんでさ、どれ飲みたくない？どれをつまみにしてるんですか？500ミリ買ってんだよな、2人も。俺も飲みたいよ、どれをつまみに。じゃあ次誰いきます？そんなすごい暴露、ね、言えない暴露と言える暴露の境目が分かんない。確かにね、本当に言えないことは本当に言えないもんね。うん、何個言ってもいいんですもんね。まあまあまあ、とりあえず、うん、じゃあ私行きます。はい、私はたつきさんのことが最初嫌いでした。おお、すっごい傷つく。なんか今日俺の日だな、俺やられる日だ。はい、はい、嫌いになるあれもなくない？でもそのなんかどのタイミングが、まあなんかすごい初めて、それこそみくちゃ、うん、配信してる時に来てくださって、うん、すごい人だと思って、私が知ってるアーティストとかアイドルさんの先生をやってたり振り付けをやってて、あ、わ、憧れの人と思っていざ関わってみたら、なんかちゃんとしてない人に見えてえ、そんなすごいアーティストさんとかと仕事してんのに、あ、ね、何この人って最初なったんですよ。はい、側の問題ですね。でちゃんとなんかイメージがそうだね、私なんか多分たつきさんを最初から知ってたら、あ、本当はすごい人なんだってなったら、もう一発でも好きになったと思うんですけど、すごい人からのギャップがダメな方のギャップを最初に見ちゃったんですよ。そりゃそうやな。 でもちゃんとなんかたつきさんを好きになったきっかけもあって、おで飲んだ後にたつきさんめっちゃ酔っ払ってて、で急になんか私に説教を始めて、あ、よくあるやつですね、そうこれね、酔っ払って説教、はい、もう、はい、あずちゃんはさってもう調子に乗るんじゃねえよみたいな調子乗ってるよねみたいなっていう話はめっちゃしてた。調子に乗ってお前何やってんだよ今までみたいな、病んでるんじゃねえよみたいな感じで怒られて好きになりました。ちゃんと真面目な人なんだ、あとちゃんと見てくれるんだなと思って、そこで急上昇しました、ね、すごい恥ずかしいですね今ね。いい話、いい話ですよ、いい話。でもね、あるあるですよこれ。あずちゃんだけじゃなくて、やっぱりね、ミクチャライバーとしての俺の作り方は嫌われ路線でいくから、うん、とんがり続けてるし、まあ、まあみんなそうですよ。まあ関わってみないと分かんないですよね。はい、いい人です、みんな。いい人だよ、みんな。関わんないといい人って分かんの。関わんなくていいよ、だから。ありますか？たつきさんの？いや、違う、俺のじゃない。よくない、だってさ、みんなさ、なんかさ、たつきさんのことばっか言うじゃん。たつきさんのラジオだから。別に俺に関してはたつきさんでもなかったけど。俺の布団の話だった。確かに。なんかありますか？そんなさ、たつきさんのことは考えてきてない。ないですね。でもさ、これで話したらさ、自分がさ、すごい気持ち悪い人みたいになっちゃう。何言う？それが暴露や。大丈夫。もう元々気持ち悪い人になってるから大丈夫。これは…あー、くしゃみ。ティッシュいります？あ、どうぞ。あ、やばい、時間ないよ。え、やめる？え、言う、パパパ。え、本当に何もないんだけど、強いて言うなら、あの元彼のなんかインスタめっちゃ漁っちゃうみたいな。え、これ分かる人いない？本当にちょっとキモいですね。びっくりしてる。あ、今もってこと？今もなんか違う、なんかそういうなんかあんまストーカーとか、うん、なんかキモいとかじゃなくて、気になっちゃってみたいな。そう、未練とかでもなく、え、そう、未練とかじゃなくて、うん、なんか大体さ、私は結構さ、性格に難ありだから、
それとなんか折り合いがつかなくてさ、私が振ってるばっかりなの、うん、なるほどね。だからさ、幸せになってほしいのよ、私と付き合った人たちみんなが幸せになってるかなっていう確認をしてるわけね。私と付き合ってたら絶対幸せになれないから、だからそう、幸せかなって思ってインスタとかなんかめっちゃ裏垢とか探しちゃう。ちなみに元彼は幸せそうなの？一人はなんか結構飢えてて、一人は新しい彼女ができて、おー、いいじゃん。もう一人はちょっとちょろすぎてなんか女に遊ばれてる感じ。まあ、これで芹沢が今3人元彼ができたってことがちょっと分かりましたね。これこそ暴露ですね。ちゃんと暴露らしいですよ。これ多分詰められるな。4人目は誰か、配信で詰められる。誰も見てないよ。じゃあ僕もいいですか、ちょっと恋愛の暴露なんですけど、はい、はい、実は僕彼女いるんですよ。え、今ですか？え、これ暴露でしょ。え、今いるんですか？そのいたとかじゃなくて。いるんですよ。だ、誰ですか？いや、それは言えないけど。え、っていうのは嘘なんですけど。嘘ですよね、嘘ですよね。なんだ、はい、あのミクチャ始めてる前に、あ、よくこれ話す話だと、まあ、10年間ぐらいね付き合った彼女がいたっていう、はい、で別れてミクチャやって、うん、実はその2年間の間で1人付き合ってた人がいた。へえ、これ本当です。以上。え誰ですか？それはそのミクチャ、それはもう誰とか言えないけど、実はそうだから彼女いないよっていうのずっと続けてたけど、実はちょっといたよ。ミクチャ内でってことですか？っていうのも嘘ではない。嘘ではない。いやいや、気になるな、後で聞こうか。これよりも、はい、僕が言いたいのは、課金する人神様っていう、まあ、いいワードがあるじゃないですか、はいはい、僕のチャンネルで流行ってるんですけど、はい、まあね、誰かが言ってるらしいんですけど、はい、で僕はそんなことねえよって今まで言い続けてたんですけど、はいはい、実は僕も課金する人神様だって思ってる側です。暴露でした。あんなに言ってたのに。課金する人は神様です。ぜひ皆さん課金の方を神様になれますよ。よろしくお願いします。ね、っていうね、まあこんなこと言いながらちょうどいい時間になりましたね。え、もう一回人狼できる？違う、まだまだ。どんだけ人狼したい。ではですよ、これエコーの準備大丈夫ですか？それではネクストコーナー行ってみましょう。コーナータイトルコール、ワクワクウキウキスッキリ。じゃあタツキにガチ質問コーナー。いくらちゃんいた。ちゃーんは何だ。いくらちゃんいた。ちゃーんは何やった。今考えてる。はい、ここからですね、10分くらいですかね。まああんまりね、僕真面目に話さないんですよ普段。配信中もね、基本的にこう下ネタ言ってイエーイとか言ってるだけで終わってるので、まあ酔っ払ってね、それこそなんかあずちゃんにお前調子んだよとか言ってるのは結構マジで言ってるかもしれないけど、あんまり普段真面目な話しないので、まあたまには真面目な話をしましょうっていう、はいはい、で僕この間インスタで募集したんですよ、聞きたいことみたいなのがあるから。はいはい、したらめちゃめちゃみんなふざけてる中で一人だけ唯一なんかガチな質問してきた人妻のまこさんっていう方がいて、あれ大丈夫かなみたいな、なんかみんなふざけてるのに一人だけなんか結構マジな、まあそれもねちょっと答えていきたいなと思いつつ、まあ皆さんね、なんかありますか？たつきさんにガチ質問ですもんね。そうですね、いっぱい投げかけますとりあえず。じゃあバーって。好きなお酒は何ですか？あー、なるほどね。あ、そう、もうそういうポンって答えて、ポンって、はい、なるほどね。ビール、そういう感じ。一人ずつってこと、あずちゃんが全部とかじゃなくて、うん、みんなで10個ぐらいあるのか考えとくんで、いっぱい聞きたいけど、ないじゃんそれは。もういい。じゃあもう一回。足のサイズは26.5 ぐらいですかね。思ったよりある。これからミクチャの人と恋愛することありますか？あります。誰ですか？やっぱ可愛い子多いからね。まあまあそうですね。結構みんな好きかな。ああ、うん、ありきたりなところ行く感じですね。いやー、わかんないね、それはね。人妻さんどうですか？人妻を狙う可能性もあるかな。あります。私でも生意気なんだよな、ちょっと。まあ確かにね。
生意気なんだよ。でもなんかマコはあの MC とかちゃんとやってるから、あ、うん、やってます、ね、意外とちゃんとしてる振りは上手いんだなっていうのは母からの質問。あ、いいよ、芹沢ママから。そう、おなんかそこのさ、考えてきてって言われて、うん、なさすぎて、no、興味ないんだな、みんな俺に。でそう、母になんか辰木さんに聞きたいことあるって聞いたら、60歳の時何したいって言ってました。めっちゃいい質問っていうか、ガチだね。確かに、うん、なるほどね。あ、ちょっと LINE 来たから、ちょっと LINE。 いや、絶対絶対今じゃない。そんな別に逃げる質問でもなかったですけど、僕あの今年30、今2で33になるんですよね。だから約倍ですよね、うん、難しいね。倍って思うとすごいね。まだまだ人生あんのかみたいな、うん、今まで30年間でも結構やりたいことやり尽くして、もうなんかもうやりきったかなって思ってることでもあるけど、うん、イメージね、イメージだけど、うん、まあなんかね、あるね。10年単位でこの時40ぐらいの時にはここぐらいにいたいな、50になったらこうだな、うん、で60歳の時は僕はもう何もして、まあ、今でもちょっと何もしてないけど、多分何もせずにお金だけ持ってて、でその趣味をなんか趣味だから酒飲んだりとか、そうね、なんかゴルフはもうちょっと前にやっときたいよな。ゴルフいいですよね。ゲートボールとかやってんのかな。ゴルフ挟んでゲートボール。いや、なんか釣りとかやりたいなとか。そんなおじいちゃんぽおじいちゃんになる予定ってことですか。あ、なんかさ、若いけど、うん、なんだろうな、落ち着きたいなっていう、その時にはもう。へー。あ、でもその時にはやっぱね、子供も多分イメージだともう20歳とか超えてるなみたいな。で、あの、はいはい、奥さんと子供20歳超えてるってことは、だからやっぱ40までには産まなきゃいけないんですね。産まなきゃいけない。そう、種をね。そうそうそう、種をまかないと、種をまかないとダメです、ね、種まきをしなきゃいけないんですけど割とそうだね。まあで、踊りはどうせ踊ると思うから。60になってもですか。踊ってると思う。へえ。それがなんかこうレッスンとか教えとか振り付けとか舞台とかじゃなくて、本当になんかミュージックバーとかで、はいはいはい、ってこうやって乗ってたり。ああ、ちょっと渋めの、はいはいはい、でなんかちょっといい服着ちゃってみたいな、はい、教会で DJ ってことですか。それは昨日やめろ教会で DJ 俺らしか知らない。全然知らんかったっすね今の。はい、結婚はいつまでにみたいなある。いや、本当はねもうしてる予定だったんですけどね、まあ、結婚なんてもう、ね、10年の人と結婚する予定だったんですか。いやいや、もうなんだプロポーズもしてたし、指輪も渡して席入れ、いつ入れるかとか言ってたらなんか別れたみたいなね。なんでなんでなんだろうね。まあいろいろありましたけどね。10年付き合って別れるって何があるの。俺は その人と結婚するんだろうなって思ってたから、なんか安心というかね、落ち着いてたもん。なんかまあ大丈夫でしょうみたいな不安はなかったけど、あれみたいな、気づいたらなんかいなくなって、やっぱ人って失ってから気づくんですよね。うん、気づいたんだ。そう。その方とあれですか、そのプロポーズした時どういう返答があったんですか。え、プロポーズやってほしい、見たい見たい見たい。それはちょっとさすがにキモい。お願い。ちょっとキモいから。どんなプロポーズしたんですか。キモいな。これやだな。なんかさ。なんかミクチャのリスナーさんだけ聞いてるならいいんだけど、知り合いとかが聞いてるの一番、その要は俺のそのね元カノを知ってる人も聞いてる可能性がある。誰も聞いてないよ。めちゃめちゃ恥ずかしい。いいよ、その情景が浮かぶ。やってほしい。確かにそうですね。それはじゃあ今度あの僕の枠でやりますので、あ、枠で見たい方はあのぜひミクチャの方をねインストールしていただいて。うまいっすね。で、あの人妻のね、まこさんからいただいたお便りなんですけど、はいはいはい、結構意外と確かにこの話したことないなと。そう、ダンスを、まあ、僕はやってるんですけど、はい、ダンスを始めたきっかけって何なんですかみたいな。確かに。そう、なんでダンスやってたんですかみたいな。あ、意外とその話してないなと思って。その話聞きます。うん、じゃあ聞かない。そうだよね、別に。個人的に聞いてもらって、ね、じゃあ、あの後であの飲み会で電話で飲みながら。あ、でもね、あの元々あのめっちゃパーッ話すと、元々母親がダンスやってて、
母親がダンスやってて、ミカさん、あ、そう、この間出てたんだけど、うん、がでよくそのダンスを見に行ったりとかっていうダンスに触れ合う機会はあって、でなんか子供の頃にその親と一緒に行って、俺も踊らさせられてたみたいな、そう無理やり、うん、でも母親がやってたのってジャズダンスなのよ、で俺はやっぱ男だから、なんかそのジャズダンスってあんまかっこよくないというか、うん、まあ、俺からしたらね、だし女性らしい、そうだ、女の子いっぱいいるし、で当時まだ小学生とかで恥ずかしい、なんかそういうのがあって、なんかダンス好きっていうよりもなんか親がやってるからやってたみたいなので、ちょっとやってた時期はあって、うん、そうでなんとなくダンスを やらさせられてたけど、なんかたまたま高校入学するときに、高校というか高校行く予定なかったんだけど、なんか姉の高校文化祭見に行って、その時に親がダンス部みたいみたいな言ってきたから、ついてったらやっぱ男の人たちがくるくる回ったりとかしてて、あ、俺これだったらやりたいみたいな、これやったらモテるみたいな、なんか こういうやつじゃなくて、もういやいやみたいな、なんかそういう方だったらかっけえなと思って、俺ここの高校入りたいみたいな、高校から本気でダンスを、そうそうそう、だからそれまではなんかやろうって思い、そうだ、高校のダンス部入りたいってなって、でもそもそも中学校時代ちゃんと学校行ってなかったし、お前高校行けると思ってんのみたいな、みたいな、行けないの俺みたいな、でそっからねちょっと勉強したりして、まあ姉のつてを使いつつ、姉のね顧問の先生がちょっと偉い人だったから、ああごますって、ごますって、でそこ入れてもらって、でダンス部入って、なんかだん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 徐々に、まあ、タイミングが良かった、そのちょうどねあの2番目の父親と離婚するかしないかぐらいの時期で、くっそ厳しい家庭だったんだけど、ちょうどね別居し始めて自由になったから、だからダンスの練習とかめちゃめちゃ夜遅くまでやったりとかができたから、なんかそれがあってなんかすごいなんだろ うわやっと自由になんか好きなことできると思ってたの時期と重なったから、なんかそのままこうそっからね、もう高2ぐらいの時にはもうプロダンサーになるって決めてた、それ以外に興味がなさすぎて、そうそんな感じでしたね、そんな感じなんですけど、聞いてない聞いてない、めちゃめちゃ携帯見てるけど大丈夫そう、はい、まあそんな感じでね、今現在ね、まあ、一応プロダンサー兼まあ会社の社長としてもね、はい、やってね、すごい人だ、すごいですね、じゃあそれがなかったら今の辰木さんはなかったってことですね、そうだね、なんでダンスやりたいと思ったのかよくわかんないんだけどね、まあでもモテるかなみたいなが一番でかかったけどね、結局くるくる回ったらかっけえなみたいな、ダンスはモテるってイメージはありますもんね、でもねやってて思ったんだけど、そうでもないかった、そうでもないですか、やっぱチャラそうに見えるというか、なんかかっこいいっていうか、なんだろうね、あとよく言われるでも踊ってる時はかっこいいよねって、なんかそのこれ喋らんかったらいいみたいなやつの永遠に言われ続けた、踊ってる時かっこいいよねってずっと言われ続けた、一番心くれる、だから俺は踊り続けてるのかもしれない唯一かっこいいものをね、現役で、そう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 、そんなこんなんでね、60歳までかっこよく、そうだからその踊りのやり方が変わるだけかな、なんかその舞台とか、なんか今もね変わってきてるけど、まあやっぱ音楽がかかったら踊るみたいな、はいはい、そんな感じですよ僕は、かっこいい、そうご飯食べるのと一緒みたいな、なんかそのぐらいの位置にいるかもしれない踊りは、すごい、はい、でそれはねお仕事にできて、はい、ありがたいですよ、ですね、周りの方の、ね、支えありきですからね、はい、ということで終わりたいと思います、はい、まあね、そろそろねお時間ということでね、結構告知もねたくさんしたいんですけど、ね、告知しましょう、はい、はい、告知しますね皆さん、聞いてて、僕ミクチャであのオフ会をよく開くんですけど、ミクパっていうミックスパーティーっていう、踊りがあったり歌があったりバンドとかチェキがあってお酒飲んでみたいな会をやってるんですけど、まあ、毎年1回やってたんですけど、今年はなんかたくさんやろうみたいな話もあって、まあ、次がですね4月13日土曜日夜6時18時から渋谷の、あ、もう結構近い、あの辺でって言ったら誰もわかんないあの辺で、はい、あのロッソ、はい、クラブロッソっていう場所で、ミクパ第3回目のミクパが行われます、はい、でちなみにここにいる方は全員出演者側なの で今回は結構アイドル色を、ね、強めていこうかなと思って、まあ、アイドルにね詳しいあずちゃんが元アイドルプロデューサーで元アイドルなので、ちょっともうそこはねあずちゃんの力を借りて、えい
そう、80人ぐらいのアイドル AKB みたいな AKB 超えっすか。もうスタートしなきゃそこら辺の人、今ね、ここの街通ってる人でね、アイドルやりたい人、人妻もアイドルいけますか、人妻アイドル。人妻は需要ありますんで、お金使ってもらえるんで結構人妻は、はい、重要です。なので、ね、ぜひ4月13日開けといていただきたいなっていうのと、これがですね、なんと、これまだ言っちゃいけないらしいんですけど、あの来年の2月9日1500人キャパ全部新築っていう場所で、イベントやるんですよ。はい、あ、これミクパの、ね、延長線上でやるんですけど、まあ、そこもね、まあ、僕と、まあ、あずちゃんでね、あの一緒に今ねいろいろで、次はねランウェイとか入れようかなとか、ね、ミクチャさんでイベント打てないかななんてね、ん、思いながら、でっかく、そうね、ただの飲み会だったものが、そのそう、でっかい飲み会になる。でっかい飲み会になる。ただの飲み会がただでっかい飲み会になるって、1000人規模で乾杯みたいな感じにね。楽しそう、ギネス乗れそう。いや、ね、あ、確かに。だから、え、呼ぼうよ、ギネス乾杯定の人、1000人で乾杯するみたいな。しょうもない、なんかしょうもないギネス。え、でもさ、嬉しくない？すごいですけど、1000人と乾杯する時間がやばいね。でも 1時間30分ぐらいかかる。1回じゃダメなの？乾杯で1000人とやりました。乾しないと乾杯じゃないから。そうそうそう、だからみんながこうコンコンっていかないと、だから円になってぐるぐる回る。あ、いい、それいい、握手会やばいね。まあそんな会があるんですよね、来年に。なので、まあそれまで、まあ何回か多分ミクパイベント打つと思うんですけど、あのやっぱ皆さんがね来てくれないと始まらないイベントではあるので、で僕らねやっぱプロダンサーとかプロのねアーティストとか、まあプロ、まあ、アイドルとかね、まあいろいろ結構ねふざけてる回なんですけど、やってることめちゃめちゃクオリティ高いので、なんかその内容は期待していただきたいなと思いつつ、お楽しみにって感じですね。はい、なんかありますか、告知とか皆さん。あ、私、夏にプロデュー、アイドルプロデュースします。お、お、おめでとう。結婚おめでとう。はい、え、間違い、結婚じゃん。ありがとうございます。酒飲みアイドルっていうプロデュース、プロデュ、ん？コンセプトでやらせていただきます。酒が好きな女の子募集してます。いい女の子いたら、いい女、集まれ。お願いします、夏デビューしたいんで。夏ね、夏ぜひお願いします。はい、まあ、今ねミクパに向けて、その4月13日に向けても今ねそのアイドル集めてるので、よかったらね皆さん1回だけでもいいからアイドルやりたい人とかも、うん、ね、周りにアイドル好きな方やりたい方いたらぜひぜひ連絡ください。あずちゃんまで、はい、なんかありますか。うん、ないですね。ないですね。ないですか。うん、TikTok。TikTok やってます。TikTok やってます。ね、フォローしてほしい。TikTok やってます。TikTok やってます。TikTok やってます。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 僕はやってないです。ミクチャ登録してください。たくさん課金してください。お待ちしております。神様。神様。神様。課金は神様。神様。神様、はい、言ったことない。まあそんな感じですかね。はい。なんか、いつもの感じで、はい、いつもただこんな感じで喋ってるんですよ、僕たち。なのでね、まあ、リスナーさんだけじゃなくライバーたちもね、こうやってね楽しくなんかねできたら嬉しいですね。そうですね、皆さん巻き込んで、そうですね、はい、みんなって仲良くしようっていう今年の僕の目標なんで、みんな友達何人作りましょう。友達100人できるかな。友達だから本当になんか15人ぐらい欲しいよね。次ラジオするときはもっと人呼べるようにしましょう。そうだね、いっぱい、まあ、俺が結構適当だったからね、なんか空いてるみたいなノリでね。はい、ということで、もうね時間が来てしまったので、はい、皆さんぜひよかったらね SNS のフォローなどなどしていただけたら嬉しいです。Twitter 今 X ですねに番組の感想などもね送っていただけると嬉しい、そうなので、いっぱい、もし何か来たら、はい、あとこの後チェキあるので、よかったら1枚、5万円で取れるので、そちらの中でお願いします。はい、1000円です。では終わりにしたいと思います。本日のたつきと愉快な仲間たち、本日のゲストは私、ゆずりはあずさと、芹沢美優と、正気です。あと、とパーソナリティはたつきでした。それでは皆さん、せーの、チェキ。
お疲れ様でした。あ、やばいやばい、この終わりの時間のこっちこっちですか、こっちで、こう怪しい怪しい、これ、これいいですか、あ、これおめでとう、あ、おめでとうございます、サツコレ、サツコレ、サツコレ歩きます、サツコレ